始まりました、もやもやアナママ、ということなんですけれどもね、いないんですよ、ナナナが。いつもここにドーンと構えている彼、今日はですね、ちょっと遅刻をしているという。どういうことなんでしょうか。後輩社員ですよ、先輩を待たせるとは何事だ、はい、って言ってるうちにまだまだ来ないんですが、あナナナでしょうか、誰でしょうか。もっとナナナだよね。いやいやいや、すり足できてもダメなのよ。ちょっとどういうことこれ。とにかくふさふさ気持ちいい。かなり着込んでいますけれども、今日はこんな形でじゃあナナナ侍と一緒に盛り上げていきたいと思います。それではタイトルコール参りましょう。もやもやナナナ。というわけで、今回のもやもやナナナはナナナ侍と一緒に10月4日土曜日公開の映画日暮らしの木の完成報告会見の裏側に迫ります。死ぬことを自分のものとしたい、そう思って生きてまいりました。喜びも悲しみもよく生きることを教えてくれました。一日一日確かな手応えを持って暮らせたら。これは日本人の美しき礼節、そして愛を紡ぐ物語。我らは良き夫婦であったと思う。日暮らしの木、残された人生、あなたならどう生きますか。では早速隣に控え室がありますので行ってみましょうか。すり足で行きます。よし、取り、どうも。どうも、拙者ナナナ侍にござる。よろしくお願いします。一つ芸を見せたいということなので例のやつお願いします。これをね、開くのかな。開ける。開いたら刀が出てくるんだよね。まさかの、いつもよりも多く回っております。日暮らしの木、よろしくお願いします。どういったところが個人的には好きですか。映画のですか。はい、最後のラストシーンのあの役所さんと原田さんの夫婦の愛を感じることができるシーンがとっても大好きです。あそこ良かったですよね。もうナナナも見たでしょ。もうね、ちょっとそれを表現して、あそこの素晴らしさ、奥ゆかしさっていうのやっぱりそんなによ。いやいやいや、違いますよね。違いますね。全然もうちょっと涙が、いやいや、そうですよ、涙がイエーイじゃないんだよ。涙が出るやつ、ふーじゃないんだよ。奥ゆかしい愛、わかるかな。そう、そう、どっちかっていうと、どっちかっていうと、そう、どっちかっていうとこっちの方ですね。いやいやいや、違うから。実はですね、そんな中、ナナナ忘れてたね、差し入れを実は私たち持ってきたんですよ、僭越ながら。ありがとうございます。いつものバナナです。ありがとうございます。すごい、結構ナナナのシールが、そう、一本一本に貼ってあります。ナナナシール、美味しいシールが貼ってあるので、じゃあみんなでいただきます。そうですね、もしよろしかったらのキャストの皆さんや監督や羽生先生にも。かしこまりました。じゃあナナナ、ありがとうございます。いや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 、ちゃんと PR できましたか。お主はちゃんと毎回できますね。素晴らしい、今日も素晴らしい仕事ができました。さあ、もうノリノリなんだけどね、仕事君は終えたんだが私はまだ終えていません。完成報告会見の司会というお仕事がまだ残っているんですよ。なのでここで私はさらばしたいと思いますが、いいですか。ではお疲れ様でした。じゃあねー。